どうもこんばんは、ドラゴ TV こうちゃんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は、特別企画と題しまして、以前、ドラゴ TV に出演してくださいました尾形修斗選手に、電話をつないでですね、生電話でですね、電話をしてみたいと思います。よーやということで、まあ尾形選手何を話すかということなんですけども、事前にですね、ツイッターでですね、尾形選手に対する質問を、募集いたしました。数多くの質問が集まりました。皆さんありがとうございます。その質問をですね、尾形選手に生でぶつけてですね、尾形選手に答えていただくという企画をやっていきたいと思いますので、皆さん、それでは、電話、スタートです。お久しぶりです。すいません。はい、遅くに。はい、じゃあ、すいません。早く手短に行きます。はい。答えられないような質問とかは答えなくていいんで。わかりました。尾形選手の範囲内でお答えしていただければと思います。了解です。すいません、じゃあよろしくお願いします。行きます、今から。はい、まず、はい、キャンプの、感想を聞きたいという、声がたくさんあったので。はい、まあ、A 組ですよね。そうです。どうですか。感想を、まあ今やってみても、あとオープン戦とか実戦入っていくと思うんですけど。そうですね、はい。感想は、はい、雰囲気がやっぱ全然違うというか。やっぱこう和気あいあいとしてますか。いや、もう全然そんな感じじゃないですね。もう勝負の、ああ、もう緊張感があるという。緊張感がもうすごいんで。ああ。でもその中でも全然やっぱ羨ましいな。ああ。じゃあいい緊張感の中で、刺激をもらいながらやれてるって感じですね。そうですね。ああ、いいですね。はい、そんな感じ。わかりました。じゃあ次の質問から、ツイッターのアカウント名か読んでいきますんで。はい、はい、じゃあ次、ともきさんかな。ともきさんなんですけど、はい、キレのあるストレート投げるにはどんなトレーニングをすればいいですかという質問があります。いや、いいですかね。いや、よかったっすよ。よかったっすよ。やっぱ、でも、はい、縁賀さんとかの見てると、やっぱ、はい、あるんですけども、はい、そのキレのストレートというか、はい、やっぱ意識してるのは、やっぱその地面からの、その力をうまく指先に伝えられるかっていうところで、はい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 、まあ、そこの、その体の動きの練習とか、なるほど、うまくしながらそのパワーを伝えられるような。じゃあうまく地面から連動してパワーを指先に伝えるっていう。そうですね。それするとキレのいいストレートが投げれるよってことですね。そうだと思います。ありがとうございます。次にですね、一番、朝かなさんなんですけど、はい、一番可愛がってもらってる先輩は誰ですかっていうとこですね。そうですね、最近はでもやっぱ一緒に、はい、A 組にいるので、はい、やっぱり年齢が近い古谷さんとか。おお、はいはいはい。まあ一緒に結構練習とか一緒に動いたりしてますけど。はいはい。あとは松田亮さんとか結構一緒に。おお、全阪神タイガースの。そうですね、はい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 。そうっすよね。松田さんとかもゲームとか一緒にしたり。あ、ゲームするんですね。しますね、ウィーレとか。おーおーおお、ウィーレ僕もしますけど、激弱っす僕。はい、ちなみに好きな、いつも使うようなチームとかってあるんですか。
チームはまあパリ・サンジェルマンかな。パリ・サンジェルマンなんか2ですね。じゃ結構サッカー詳しいんすね。まあ結構好きなんでやってたし。あ、やってたんですか。はい。へえ。わかりました。じゃあ松田龍馬選手と、古谷選手ですね。そうです。まあ他もろもろいると思いますけども、その2名ということで、はい、はい。次はですね、まあざっくりとガンガンいきますね。はい、貝野くんっていう、はい、方なんですけども、はい、まず、もらえたら嬉しい差し入れ教えてもらってもいいですかっていう質問ですね。もらえたら嬉しい、はい、では、お菓子が結構好きなんで。へえ。で、そのお菓子も嬉しいんですけど、はい、やっぱりその中でも抹茶とか好きなんで。抹茶。そうです、抹茶味の、そのお菓子とかもらえたら嬉しいし、しいと思います。あとは、はい、あの柑橘系の飲み物とか。あー、柑橘系の飲み物好きな、はい、はい、わかりました。そういうのはやっぱ嬉しいですね。基本なんかいただいたらもう全部ですけど、やっぱその中でもやっぱそのいいですね。はい、次におつなずじさん、きのこの山と、はい、たけのこの里、どっちが好きですかですね。ああ、全然たけのこの里です。僕も一緒です。美味しいですよね、たけのこの里の方が。え、結構みんなそう。ああ、わかりました。じゃあたけのこの里派らしいです。次に、R 佐野2月29日さん、目指す理想の投手。あ、目指す理想の投手ですね。はい、目指す理想の投手は、はい、やっぱりどんな投手か、三振を狙った時に取れるようなピッチャーみたいな。あー、それとやっぱり、相手に流れが行きそうな時に、はい、逃げるというか、もうこっちに流れを一気に受けられるような、はい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 、ピッチングをできるようなみたいなです。なるほど、わかりました。はい、次にですね、はい、対戦したいバッターは誰っていうところですね。かっくんさん、対戦したいバッターですか。はい、個人的に対戦したいと思うのは、はい、ロッテの角中さんとか。おー、角中選手。はい、結構理由があって、それは、はい、高校の時に、はい、その角中さんにその会う機会があって、はい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 、でそこでそのプロに、僕プロに行ったら角中さん大三振取りますって、はい、強気に言ってしまったんで、はいはい、じゃあぜひ今年熱望できると思う。はい、ぜひ対戦したいですね。わかりました、角中選手と尾形選手の対決注目でございます。はい、お願いします。次ですね、若鷹丸さん、はい、福岡でおすすめのお店はありますかっていう質問ですね。福岡、まあでも僕結構カフェ巡りとか、好き、はい、うん、まあカフェだったら少しは結構知ってたり。へえ、おしゃれですね。そういうところはある。うん、まあでも福岡なんか美味しいのいっぱいありますよね。いっぱいあるんで、なんかおすすめとか、はい、おすすめとかないんですけど、はい、やっぱもう基本的ご飯とか食べるんだったら、やっぱもうブログと
して美味しいところ出てくる。はい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 。じゃあまあ、ね、美味しいものがいっぱいありってことで。福岡素晴らしい街じゃない。あ、わかりました。福岡はどれも外さないよってことですね。外さん大丈夫です。はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっとここからあの恋愛系に移りたいと思います。はい、こちらハートさんなんですけど、はい、尾形選手に質問です。好きな女性のタイプ、はい、性格を教えてくださいですね。性格ですか。はい、まあ好きなタイプですね。好きなタイプは、はい、もうとにかくあの明るい人がいいです。明るい人、なんか落ち着いてる人よりも、はい、やっぱり明るくてなんかいって、その楽しい。なんか自分がそのネガティブになってても、はい、なんかずっともう明るくして、なるほど、あ、やっぱもう元気出さなきゃいかんなみたいな。はい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 。も明るい人とやっぱちょっとまあ笑顔がもう、なるほど、すごいいい感じの人です、ね、もうポジティブでもう笑顔が可愛い女の子って感じですね。じゃあそうですね、その2つです。だそうです。皆さん頑張りましょう。ありがとうございます。はい、次はですね、はい、また野球に戻るんですけども、はい、MGK.Eagles、まあ、これイーグルスファンの方だと思うんですけど、まあ、地元ということで、はい、尾形選手は岸選手、涌井選手を実質で行い何を得ることができましたかっていう質問ですね。そうですね、はい、何を得ること得ることがいっぱい多すぎて、はい、何を得ることっていうのは難しいんですけど、はい、やっぱは、はい、うーん、ランニングに対する意識、はいはいはい、そのキャッチボールのその意識、丁寧さとか、おやっぱ改めてその感じとか、やはりその両選手もやっぱり基本大事にしてるっていうのを学んだってことですね。そうですね。すごくなんか貴重な時間になったんじゃないですか。とても本当に貴重な時間になりました。ありがとうございます。はい、次にですね、はい、ゆきさん、はい、こんにちは、質問です。はい、こんにちは。いつも面白い尾形選手、ギャグはどんなタイミングで思いつくのですか、はい、だそうです。思いついたのやつは、はい、本当にそんなになくて、はい、まあ、5個ぐらいしかないけど、はい、まあ、あとはなんかそのインターネットとか、その動画とか YouTube とか見て、はい、まあ、参考にさせてもらって、まあ、パクリですけど。あ、なるほどですね。じゃあちょっとそのギャグ今できますか。なんかヒーローインタビューでやりたい。あ、わかりました。じゃあヒーローインタビューでやってくれるとか、これ約束で大丈夫ですか。まあそうですね、あの、はい、できるタイミングが来れば。あ、じゃあそのギャグとプラスあのドラホポーズをやっていただけるたい、一番あのいありがたいなと。ポーズですか。ドラホポーズってわかります。ああ、後でそう動画を。ありがとうございます。じゃあその一番今考えてるギャグとプラスドラホポーズを少しやっていただければ、タイミングがあれば、そうですね、チャンスがある、チャンスは絶対あると思うんで、はい、ありがとうございます。じゃ あ, あのギャグはいっぱいありますけれども、お立ち台で見せますのでお待ちくださいということですね。そうですね、はい、なんとかできる。いや、できます、できます。次の質問です。ちょっと野球の真面目なとこなんですけど、高猫よしこうきんさん、あの綺麗な二段モーションのホームから
投げられる球がとても速くてとても驚きました。はい、そこでこんな質問です。はい、尾形投手のあのフォームはいつからできたのですか、また誰から教えてできたのですか、という結構ガチな質問ですね。あのフォームは、はい、高3の秋ですね。高3の秋からもはやもうできてたという。できてたっていうか、なんかもう普通に投げてしょぼかったんで、はい、しょぼかったしょぼくて、はい、でも勢いにありすぎて、だから勢いを止めたかったんです。ああ、言ってましたもんね、前にご一緒させてもらった時に軸足にちゃんと体重を乗せてから投げたいって言ってましたよね。そうですね、もうなんか勢いつけすぎないように、はい、一回止まればいいんじゃないかなって思って、それが高3の秋に思いついたという。そうですね。へえ、じゃあもう誰から教えてもらったわけでもなく自分で考えたってことですね。もう本当そうですね。それをまだ未だ投げてるってすごいですね。うん、でもやっぱまだまだロスしてる部分はあるんで、まあ、その直してるところなんで、じゃあ、まあ、本当にでも軸ができてきたのは本当に高3の秋。おお、なるほど、ありがとうございます。貴重ですね、これ高3の秋に思いついたそうです。ゆきさん、よろしいでしょうか。はい、まあ、お時間ももうあと5分少々ぐらいしかないので、ちょっとざっくりといきます。春人間の底辺さんからですね、はい、学法石川に行った理由はって来てますね。理由に、あ、学校石川に行った理由は、はい、その上田前回からその電話いただいて、はい、でちょっとお話ししたいというところで、そのわざわざその福島から仙台に来てくれたって、はい、でそのもう僕は本当は宮城に行きます、はい、宮城に来てくれたんですけど、はい、その上田前監督はプロに行くためにこの3年間を過ごすなら本当に学校石川に来てくれみたいな。なるほど。僕の考えも、はい、甲子園も大事だ、はい、どちらかというと本当にプロに行きたいなんで、はいはい、それだったらもう監督を信じてやっていこうと思って。あ、じゃあもう尾形選手と監督の考えが一致したってことですね。そうですね、もう本当に監督の考えと言って、はい、プロに行く、甲子園に行くためじゃなくてプロに行くためやってって、そのために必要なのが甲子園だっていうところで。なるほど。そうですね、わかりました、ありがとうございます。はい、あと 1,2 問ぐらい行っちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。すいません、お時間、はい、これからペイペイホークスさん、はい、これからオープン戦が始まりますが、今何が自分にとって必要だと思いますかっていうとこですね。何が自分にというか、いやもう、はい、正直言う全部もう足りないところばっかり、はい、うん、まあやっぱ特に、まあ、今は本当にもうまっすぐの強さを少し上げていかないといけない。はい、ああ、もう精度を上げていかなきゃいけない。そうですね。あと、はい、もう変化球もそうですし。はい。そう、もう足りないところだらけなんで、今はその準備してる段階なんで。ああ、わかりました。じゃあもう全てにおいて精度を上げていくっていうところですね。そうですね。はい。何かとかじゃなくて、絶対上げていかないというところで。わかりました。はい、じゃあ最後ですね、これロンアユさん、はい、こんにちは、質問です。はい、透明人間になれたらどこに行って何をしたいですか。透明人間ってできることいっぱいあるじゃないですか。いっぱいあるっすよね、ここでは言えないこともいっぱいあるっすよね。はい、ですよね。最強ですよね、ほんと最強、無敵じゃん。ありがとうございます。その無敵に、答えは詰まっております。じゃあ質問はこのぐらいでいいですかね、時間も時間で。は
はい、大丈夫ですか。僕は、はい。じゃあ尾形選手、今、結構多くの質問を答えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。非常にここでしか聞けないような質問もあって非常に、楽しく、できました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にですね、尾形選手の、今後の、目標と、はい、何か思うことを言っていただいて、締めたいと思いますので。わかりました。尾形選手よろしくお願いします。今年は、誕生日までに、はい、ヒーローインタビューをペイペイドームで受けることと、はい、それができたらその90個自分の試合で当たること、はい、この2つを目標にやっていきます。今後とも、はい、応援よろしくお願いします。だそうです。皆さん応援よろしくお願いします。そうですか。あのちなみに誕生日、あ、ドラゴンTV、はい、もよろしくお願いします。あ、すいません、今のところだけあの音声途切れちゃったんでもう一回大きな声で言ってもらっていいですか。わかりました。ドラゴンTVのチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。あのレギュラーになりましたので皆さんよろしくお願いします。尾形選手です。お願いします。すいません、尾形選手、貴重なキャンプのお時間ありがとうございました。いや、ありがとうございました。また、タイミングが合えば、このような企画をしたいと思いますので、その時またよろしくお願いいたします。お願いします。ではあのまた引き続きキャンプお体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。どうも尾形選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ドラゴロー、お願いします。はい、今日の動画は以上となります。尾形選手がヒーローインタビューでやってもらうために僕精一杯やります。あ、ドラドラー、バイバーイ。